はい、じゃあ今日久しぶりにですね、関東鍋使って作っていきます。2個です。で、いつもやっているようにまず卵白を固めます。こうすることで卵白の余分な水分が抜けます。で、卵黄には油脂がたくさん含まれているので、この卵黄をご飯に絡ませるイメージ。で、白身もしっかりと焼いてあげる。で、はい、この焦げ目がですね、非常に香ばしくて美味しいチャーハンが出来上がります。で、卵黄が固まりきらないうちに、ご飯にコーティングさせてあげます。こうすることで、最初に水分が少ないので、ご飯が重くならないんですよ。全体に行き渡って黄金チャーハンみたいになります。そうなればもう誰でもパラパラにできます。入れてます。あとネギです。はい、じゃあ醤油とお酒。